千歳型航空母艦、チヨダ、空母。チヨダ、チヨダは、大日本帝国海軍の千歳型水上機母艦の2番艦。後に航空母艦へと改造された。チヨダは江戸城、現在の皇居の微小で、艦名は明治初期のチヨダ型、明治中期の巡洋艦チヨダに続いて3代目となる。戦後は海上自衛隊の潜水艦救難母艦、チヨダに引き継がれた。1944年、昭和19年、10月25日、チヨダは姉妹艦の千歳と共にレイテ沖海戦でアメリカ海軍機動部隊の艦載機による攻撃で航行不能になり艦隊から落後、米第38任務部隊から分派され追撃してきたリポーズ隊に捕捉されてしまい、重巡洋艦一隊以下の攻撃を受けて最後のとどめを刺され、16時40分左に転覆した後沈没した。艦長、城栄一郎大佐以下総員が未帰艦となった。性能諸元。